この時間は日本対仙台、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはビレッジロードで行われます。日本国国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、このシステムのいいところは両サイドハーフが上がることによってすでに 4-3-3 にトランスフォームできているところですよね。例えば守備からカウンターへの流れなんかは両サイドのオーバーラップで数的優位な状況を作れますからね、はい、あとは特徴でもある前線トップの役割がポイントになってきますよね。なるほど、前線ワントップが重要なんですね。まあ、この場合一つは裏に飛び出すこと、もう一つはいかにキープできるかが重要ですよね、まあ、常に相手のセンターバックを背負いながらビルドアップに参加するわけですからね、はい、またそこでキープすることによって上がってきた味方の選択肢を増やすこともできますから、ね、間違いなくキーマンになるでしょうね。なるほど、まず前半見ていきましょう。日本対仙台、エキシビションマッチが始まりました。サイドをご紹介しましょう。向かって右側が仙台、左側が日本。南野仕掛けるか、松下、仙台最終ラインまでボールを下げる、八須賀、遠藤、ここはいいプレスで奪います。キーパーから前線へ、松下、西村、ここで前を向けるか、いけるか、上げる、日本はここクリアで難を逃れます。右サイドを上がっていきます。中央へ、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。さあ中はいる、サイドを使います。中人数揃っている、クロス、吉田、富安へ、遠藤、富安から長いボール縦へ、裏へのスルーパス、ここで受ける、抜けてくる、平岡、うまくボールに行きました。キーパー前へ蹴り出します。南野、安西、スルーパスを狙う、さあカウンタースピードを上げたいところ、吉田、このボールをカットします。日本がここでファウルを取られます。平岡、松下へ、この序盤まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ、平岡、
長いボールを振ります。ふわっと裏を狙う。このクリアボール拾いたい。スペースを狙う。この位置でボールを受けます。クロスを選択。インポイントで合わせてきます。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね。見当たりませんね。センター決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。富安、遠藤へ、南野。前半の3分の1が経過しました。日本は南野止めた。ルーズボールになる。追いつけるか。危ない。素晴らしいシュート。うわ、これはわずかに左でした。遠藤、西村、裏のスペースを狙う。ここはキーパー処理しました。安西、大きく縦へ。富安、流れを止めます。橋本、吉田へ。富安、遠藤へ。富安から大きく縦へ。安西、南野へ。橋本、橋本から安西、堂安へ。勝負の岡崎。組み立てていきます。ボールを下げてリズムを作るか。島を待て。松下へ。石原、渡ります。松下へ、上原へ。さあどうする。長いボール縦へ。安西、南野、キーパーからのロングフィード。富安、平岡、石原へ、松下へ。前半28分を過ぎたところです。石原、島を待て。平岡、
松下へロングフィードで狙う。チャレンジはしません。後ろに流す。橋本からターテのボール。橋本から安西絶好に来た。スーパーオフサイドです。スワビ大きく前線へ。安西大きくサイドチェンジ。スルーパスを出す。さあ抜けた。長友もういいですね。中に入れる。上原へ。石原松下へ。ふわっと裏を狙う。さあここからの展開。フリーだ。どうだ。スーパー。これはよく止めました。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。この難しいボールによく触りました。ここはショート。中で味方の選手が待っている。絶好の位置でシュート。サイドここ拾って次につなげたい日本。スローインをカットします。収まった。フリーだ。飛んだ。いや、今のは本能で飛びましたよね。まさに獣のような瞬発力でしたね。安西右サイド上がっていく。安西から堂安。日本としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。右サイド上がる。さあ一気にカウンター。裏を狙う。ふわっとしたボール。長友危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。キーパーからのロングフィード。このボール危険です。ハチスカパスでつないで攻め込んでいきます。仙台来た。かわす。打った。シュート。飛んだ。止める。ボールの奪い合い激しいものがあります。堂安岡崎からのフィードボール。岡崎から安西中央。このクリアボール次へつなげたい。堂安から南野。縦へのボール。プレッシャー。スペースを狙った。ここで前半が終了しました。前半0対0。さあまずは前半が終わりました。前半からシュートの飛び交う派手な展開になりましたよね。ただ選手たちにしてみれば結局得点にはなっていなかったんで、納得のいく内容ではなかったんじゃないでしょうかね。日本対仙台
前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半スタート0対0で折り返しです。上原、ハチスカ、チェックを受けながらのドリブル、ハチスカ、うまいですね、体強いですね、走りまくっています。ハチスカが中央へ折り返す、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。遠藤、長友、中島へ、南野へ、キーパー前へ蹴り出します。ロングフィードで狙う、これはクリア。キーパーから前線へ、松下、日本としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。これ仕掛けるか、さあどうだ、どうする、上原、サイドへ、もう一つ前に行きたい、仕掛けるタイミングを図る、枚数いる、中につなぎたい、安西、安西から南野、南野から右サイド、裏へのスルーパス、抜けた、さあ南野クロスを上げる、このクリアボール拾いたい、裏へ出るか、いいボールですね、仙台、先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線で奪えれば即チャンスですからね、うん、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですけども、はい、相手としては大勢でプレスに来られると焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処と言えそうです。しかし北澤さんがおっしゃる通りスタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね、チーム全体の連携と格差が必要な守備と言えますけどもね、うん、いつまで持つかっていうところですよね。そうなんですよね、あーこれファール、取らないですか、レフリー、カウンターを仕掛けます、富安、ここはカットします、上原、ハチスカ、そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが依然0対0のまま動いていません。アーチのようなパス、長友、流れを止めます、吉田、長いボール縦へ、堂安に渡る、こぼれてる、長いボールを送ります、松下、島を待て、仙台、選手を変えるようです。
吉田、長友、遠藤へ、遠藤一呼吸を置きます。富安、富安から大きく縦へ、中島へ、長友、また中央へ、スルーパスを出す、これはどうだ。遠藤、このボールをカットします。長友、撫でるようなボールタッチ、橋本から南野、南野トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。島を待て、富安、吉田へ、遠藤、南野へ、チャンスを演出できるか、来た、シュート、あー、日本は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。このスルーパスは通りません。富安、安西、組み立てながら攻め上がっていく、細かいパス回し、大きく縦へ、カウンターを仕掛けていきます。石原、プレスからボールがこぼれる、ドルーズボール、裏へ届く、シュート、日本完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。安西、サイドチェンジ、このパスがつながります。中島、南野へ仕掛けるか、さあどこに出してくる、激しいボールの奪い合い、島を待て、これはファール、スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。これは狙える距離でしょう。今日初めてのセットプレーです。1本目と、ファインセーブでフリーキックを止めます。いい反応を見せましたよね。キーパーキックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が1枚上手でしたね。松下、仙台最終ラインまでボールを下げる、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。さあカウンターを仕掛けます。上原、スペースを狙う、これはつながりませんでした。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。中島、中島から堂安、ボール入るか、安西からのパス、シュート、すぐ危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。まだある、いい流れが来てますから、ここで得点したいところですよね。縦へのボール、ボールを下げてリズムを作るか、平岡、素早いパスで攻め上がっていきます。
赤崎一旦前を取る、裏を狙う、さあワンツーからいいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。さあ共に選手交代があるようです。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。日本としては最後何かアイデア見せたいですよね。柔らかいボール審判流しました。これを拾いたい日本、アーチのようなパス、日本はアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎシュート、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。橋本どうだこのシュート、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。大きくサイドチェンジ、このパスを受けて、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。これはスローインとなります。サイドを使う酒井、このボールをカットします。裏を狙っていきますと呼んでいた上田、堂安スルーパスいけるか、組み立て直します。佐々木、さあ右へ預けて細かくパスをつないで攻め込んでいきます。そしてここで最後の笛、0対0、今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。両チームともね、納得できてはいないと思うんですよね。もう少しやっぱり攻め切りたかったっていうところがあったと思うんですよね。はい、そうですね。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了しています。